JR 西日本は2017年春に関西から山陽・山陰ルートで開業予定の豪華寝台列車で乗客に提供する食材を発表しました。すべて沿線の食材で、国内有数の水揚げ量を誇る島根ののどぐろのほか、冬の味覚鳥取の松葉ガニなどが並びました。車内ではこれらの食材や観光資源を活用したおもてなしを検討しています。豪華列車の定員は30人で、バスタブやリビングが完備された一両一室だけのスイートルームが設けられています。